をつけて道を開けてトラックが通るよ。みんな、これは工事現場ね。何してるの？家を建てるんだ。もう一軒？お家建てたばかりじゃない。素敵な家はたくさんあった方がいいじゃん。でももうスペースがないよ。じゃあ何か考えないとね。棚をもう一個買うとか。平らな家なんてないからね。そうね。僕は工事を始めるから、スーは棚を注文しといて。あのさ、平らな家も案外いいかもしれないよ。考えは変わらないよ、スー。新しい家が必要なんだ。ねえ、サムチン、私を信じて。作ってみよう。私が証明してみせる。スー、待ってよ。みんなこんにちは。今日はちょっと変わったものを見せるわね。平らなお家。正確には紙のドールハウスのアルバムよ。ああ、なんで今まで教えてくれなかったの？特別な日のために待ってたのよ。オッケー、準備は万端だよ。家を建てよう。待ってて、まず準備を全部終わらせなくちゃ。つまりハサミが必要ということかな。その通り。何から切っていこうかな。ベッドルームにしよう。このアルバムには4つの場所があるの。ベッドルーム、バスルーム、キッチン、それに玄関と裏のドアになるカバーよ。4箇所か。それが2枚ずつ。つまり8枚切り出すってことなの？それは大変だ。大切なことを忘れてない？部屋を空っぽにしておくわけにはいかないから、インテリアも考えないとね。つまりこういうこと？ご名答。それぞれの部屋をデコレーションしていこう。キッチンにお風呂は置けないもん。僕の計算が正しければ切るのに超時間がかかることになるぞ。でもスピードアップできるでしょ？サムが手伝ってくれれば。これやってあれやってって分かったよ。僕の小さな手は細かい作業にちょうどいいからね。サムチンが助けてくれるなんて嬉しいな。スン、切るのは好きな服だけでもいい？ダメダメ、サムチン、ちゃんと指示に従ってよね。よし、これでいいかな。完璧。こんなにたくさんお洋服を持っておしゃれ好きなお人形ね。スン、見て、セーリングに行ってくるね。海を旅するよ。サムチン、その船だと小さな嵐でも転覆するんじゃないかな。もし僕が望むなら、もっと大きな船ならお菓子をいっぱい隠せるのに。このお菓子はサムのじゃないと思うけど、って紙も食べちゃうの？いよいよキッチンに進むよ。家で一番好きな部屋なんだ。みんな知ってるよ、サムチン。あ、スン、ちょっと休んでくるね。お菓子と仕事の話ばかりしてたらお腹空いちゃった。おっと、これお願いね。そう、つまり残りは私が一人で仕上げなきゃいけないってこと？はぁ、分かったわ。全ての準備が整ったよ。あと一息よ。え、休む時間がまだあるってこと？そうはいかない。ドアにサムの名前を書いて。誰がこのアルバムの持ち主なのかわかるから。ねえ、スー、どうやって組み立てるの？それいい質問ね、サムチン。どうやって組み立てると思う？これ見てよ。それは置いておいて。最後のページを見てないの？このピースで全てをまとめていくのよ。でもその前に。ねえねえ、ハサミはもういいよ。魔法があるから。ビビ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 。すごい、ありがとう。これで次に進めるね。みんな、もっと面白くなるからこのまま続きを見ててね。さて、家の組み立ての準備はできた？とても簡単なんだけど注意が必要よ。ここを見て。この破線のところに両面テープをつけるの。スン、次に何をすればいいのか分かった気がする。どいて。これどうかな。あ、サムチン大正解よ。あとはこのページにアイテムを追加していこう。可愛くない？これを反対側にのり付けしていくね。スン、スン、ドアを開けて。ここで何してるの？サムチン大丈夫？わあ、すごい。クローゼットの中に洋服を全部入れてくれたのね。完璧よ。ありがとう。本当に頑張ったんだ。本当、サムがいなかったらどうなることか。何でも2倍の時間がかかっちゃうよ。ところでもう少しスピード上げようか。もちろん、キッチンに移ったから。
でもまだやることはたくさん。本当に。ああ、早く仕上がりが見たい。みんな、仕上がりを待ち遠しかったら高評価をお願いね。よし、魔法でスピードアップしようか。ふん、やった。じゃあ、早速見てみよう。うんうん、こっちも問題なさそうだね。誰がここに住むかはもう決まってるんだ。ジェシカっていう名前の神人形。いいね。みんな、この動画を最後まで見て、ジェシカに会ったらペーパーハウスで遊ぼうね。ふんふんふん。準備はいい？これからが本番だよ。とても楽しみ。この家に住んでいる神人形を紹介するね。ジェシカ、目を覚ます時間よ。これを脱ぐのを手伝ってあげよう。朝ごはんを食べよっか。目が覚めて最初に行くのはお風呂。気持ちいい。いいこと考えた。お風呂に入っている間、洗濯するね。朝起きた時って肌にはいろんな細菌が住みついてること知ってた？そう、洗濯に問題が。ジェシカ一人でも大丈夫じゃない？サムチン、忙しいのよ。まったくいつもせっかちなんだから。本当に困ってるんだって。必要なものがないの。洗濯用洗剤とか。え、どうしてわかったの？サムチン、入れすぎないようにしてね。で、もう朝食の時間かな。お人形はお風呂から上がったかな。終わったわ。私もお腹が空いてるの。一日の始まりにはバランスのいい朝食を食べたいよね。みんな、お菓子は砂糖と、砂糖のバランスが絶妙だと思わない？おしゃれなカフェで朝食をとってるつもりになろう。バナペティ、ジェシカ。スン、トーストだけだと足りないんじゃない？そうかもしれない。ケーキもね。お待たせ、ジェシカ。召し上がれ。うん、穏やかで素敵な朝ね。早く学校に遅刻しちゃうよ。ああ、それなら急がなくちゃ。サムチン、リュックを探してくれない？あ、はい、どうぞ。ああ、裸足じゃいけないね。スニーカーはここだよ。速攻で履いて。ちょっと待ってよ、もう準備終わるから。見てよ、この可愛い子。とってもおしゃれじゃない？気に入っちゃった。学校に行く前にもう一度全部見てみよう。親友にノーと言えるわけないわ。お家は本当に便利。サムチン、新しいペーパードールハウス気に入ってくれたみたいね。平らなお家って本当にあったでしょ。何言ってるんだよ。もっと前からこんなお家作りたかったよ。場所も取らないし、何千個だって簡単に作れそう。サムチン、感化されすぎ。ハマりすぎないようにしないと。みんな、僕たちみたいに工作が好きだったら高評価お願いね。次の動画を見逃さないように通知のベルも押して。もちろんチャンネル登録も。みんな、バイバイ。